STS-51B はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトル計画の17回目の飛行であり、チャレンジャーにとって7回目の飛行である。1985年4月29日のチャレンジャーの打ち上げは打ち上げ作業管理上の不具合のため2分18秒遅れた。チャレンジャーは当初 STS-51E のミッションで用いられる予定で、 発射台に運ばれたが TDRSB 衛星のタイミングの問題が発生し戻された。STS-51E が中止になるとチャレンジャーは STS-51B のペイロードを積み直した。シャトルは1週間のミッションの後1985年5月6日に帰還した。チャレンジャーは1985年4月29日午後0時2分に ケネディ宇宙センターの第39発射施設 A から打ち上げられた。乗組委員は、船長のロバート・オーバーマイヤー、操縦手のフレデリック・グレゴリー、ミッションスペシャリストのドン・リンド、ノーマン・サガード、ウィリアム・ソーントン、そして、ペイロードスペシャリストのロデオ・エイク・ファンデン、バーグ、シュ旬であった。以前のスペースラブのミッションと同様に、 乗組員は12時間ごとのシフトの2組に分かれ、オーバーマイヤー、リンド、ソーントン、オーは、ゴールドチーム、グレゴリー、サガード、ファンデンバーグが、シルバーチームとなった。STS-51B は、欧州宇宙機関のスペースラブの2回目の飛行であり、スペースラブモジュールが完全な形態となって、初めてのミッションとなった。スペースラブでは、 複数の微小重力実験が可能であることが示された。大人の高度は非常に安定でデリケートな材料実験や流体力学の実験を行うことができた。乗組員は12時間ごとのシフトで運営を行った。2匹のリスザルと24匹のラットが檻に入れられて宇宙を飛び、これはアメリカ合衆国にとって人以外の哺乳類を スペースシャトルに乗せた2回目の飛行となった。軌道上の乗組員は、ジョンソン宇宙センターに置かれた管制センターから24時間のサポートを受けた。このミッションで、スペースラブでは15個の実験が行われ、そのうち14個は成功した。2つのゲッタウェイスペーシャル実験では、この計画で初めてキャニスターから放出される必要があった。これらは、ニューゼットとグローナであり、 ニューゼットの放出には成功したが、クロガーは放出されず、そのまま地球に帰還した。チャレンジャーは、1985年5月6日午後0時11分に7日間と8分46秒のミッションを終え、無事エドワーズ空軍基地に着陸した。1986年のチャレンジャー号爆発事故の調査に参加した際、 オーバーマイヤーは STS-51B の打ち上げの際にも事故につながったものと同様のオーリングの問題が発生していたことを知った。ATK ランチシステムズグループの技術者はこのミッションの後、リンデに対しあなたたちは島で0.3秒のところにいた。左側の固体燃料ロケットのオーリングには問題が発生していたと語っていた。ありがとうございます。